それでは筆の持ち方をまず最初にお話しします。筆の軸の真ん中あたりを親指と人差し指でまず挟みます。次に中指を手前側に持って挟みます。これを単行法と言います。もう一度言います。親指と人差し指で筆の軸の真ん中あたりを挟みます。次に中指を手前に持ってきて挟みます。これを単行法と言います。次に双行法という持ち方を説明します。双行法というのは親指と人差し指で筆の軸の真ん中を持つのは同じです。中指を今度は向こう側人差し指の下に持ってきます。そして今度は薬指を手前に持ってきて挟みます。これを双行法と言います。双向法の方が筆が安定しますので、私は双向法で持つことが多いです。なお小筆の場合は単向法で持つことは多いと思います。単向法ですね。大きい筆、小筆以外はどちらで持つかは個人の好みが大きく影響します。どちらでもいいと思います。これは筆の持ち方でした。